こんにちは、ファッキンオーサムヘルマットの丸山です。僕がですね、仕事がまあ音楽のライブを主に撮ってるディレクターです。で、仕事からいろんなアーティストを撮ることが多いんですけど、それで出会ったバンドについてちょっと喋ります。まあ、クラシックもやったことあるし、オペラ、あとまあバンド、まあ、ポップスも撮ったことありますっていう感じで、一番出会って衝撃だったのがイノランさんでした。ソロのライブをね、前に撮ったことがあって、それが結構衝撃だったんですよね。なぜかっていうと、まあ細かいところからいくと、ステージドリンクの、まあ普通ペットボトルじゃないですか、ステージドリンクって。アメリカの青春映画とかに出てくるあのカップだったんですよ。あれが出てて、おお、まず上がるというところで、で、まあリハが始まるとありえないぐらいでかい音が出てたと。で、ギターの人がジャズマスを持ってると。で、イノランさんもちろんジャズマス持ってると。ところが、あれっていう、オルタナなのっていうのを衝撃受けましたね。で、まあそっからちょっと聞くようになってったっていうところで、で、それがね、かっこいいんですよ。US、まあ、UK もあるかっていうところで結構かっこよくて、あとね、楽屋、メンバーの楽屋がうちの収録チームの楽屋の隣だったんですけど、まあ、フラーっと前通ったら、うわ、めっちゃ聞いたことあんなと思って、なんだろうと思ったら、ジョーボックスが流れてて、ジョーボックスじゃんと思って、で、その後にフガジが流れてて、盛り上がってて、楽屋がうわーと思って、やばいじゃんと思って、そこですね、ほんと。そうですね、そもそもルナシーがね、意外とというか、まあ90年代80年代ぐらいの、ニューウェーブ感があると。日本独特の疾走感があるかな、当時あった感じの疾走感があって、かっこいいんですよ。あとキュアのロマンティシズムみたいなところも感じますね。まあジャケットもね、キュアとスマパンの感じ、まあ、マザーのジャケットとかね、まさにスマパン、キュアの感じがね、すごいしますね。ルナシーのルナシーね、マザー、これはね、すごいいいアルバムです。めちゃめちゃかっこいいです、特にマザーかな。マザーはね、まあローゼアが入っててね、かっこいいですね。なんだろう、サウンドのアレンジなのかな、アレンジって言っていいのかちょっとわかんないですけど、いろいろ足してますね。リバースっぽい音足してたりとか、あとまあルナシーはね、だいぶまあ2000年だったかな、出たアルバムだったんですけど、これも結構ね、そのバンド地下上がり感がね、だいぶ感じる、バックボーンを感じるようなアルバムになってます。この2枚はね、ぜひ聴いてほしい、かっこいいアルバムです。で、イノランです。まずサポートメンバー紹介しましょうか。ギターがマイウェイマイラブの、ムーラタさんです。マイウェイマイラブですよ、知る人ぞ知るオルタナジャンクバンド。ムーラタさんのギターがまず聴けると。で、ベース元ライズのユウゾウさん、まあ皆さんご存知ライズです。で、ドラムはまあミヤビとかやってる山形さん、山形さんがドラムをやってますね。この人もね、意外となんて言うんだろう、アメリカ人的なドラム、まあタイトな、まあ例えならレイジとかあの辺のぐらいのタイトなドラムかな。で、ベースもユウゾウさんだから、まあミクスチャーの毛がだいぶあるタイトな、リズム帯です。まあいいところ、これはね、バックボーン丸出しなんですね。レイジっぽい曲もあれば、クイーンズ・オブ・ザ・ストレンジみたいなジャンク感がある曲もありますと。で、まあもちろんニルバーナも入ってるし、マイブラの、まあ、ラブレスかな、ラブレスのシンセっぽいあの音を丸々持ってきて違う感じで弾いてる曲もあるし、後期のソニックですかな、アンサンブルで聴かせ始めた頃の、ソニックユースかな、ソニックナースとかあの辺ぐらいのソニックユースの感じもあると。まああとスマパンのあの爆音の感じも入ってるし、ジミー・イートワールドのまあ王道エモみたいなところもあります。まあそれは結構アルバムの曲によって結構まちまちですけど、90年代オルタナの要素がだいぶ入ってるという感じですね。まあめちゃめちゃかっこいいです、とにかく。初期は日本語だったっすけど、まあ後期から英語の詩になったことによって、より日本の感じはしないですね。多分ルナシーっていうでかいものがあるから、よりソロで自由にできるっていうところがあるかな。まあある程度のお客さんが聞いてくれるのを見込めるというところがあって、ここまで自由にできてるのかなっていう気はしてます。で、僕的におすすめなのは2019っていうアルバムです。これはですね、だいぶ音が熱い、アルバムになってるかな。
って思ってますね。ベースにジミートワールドを感じますね、だいぶ。まあ王道の絵もエッセンスがだいぶあると。まあそれもありつつ、レイジアゲンストザマシーンみたいなタイトなビートと、ベースというところがだいぶあると。でその上に爆発してるギターが乗ってるという感じですね。でこの中にアルバム3枚出してるんですね。これがなんか3部作って言われてるみたいで、この3枚はアレンジ作曲プログラミング全部イノラン1人でやってるっていう感じだそうです。で打ち込みの要素がねだいぶ増えたね。1枚はねだいぶノイジーなアルバムになってます。音の厚みがあるギターが鳴ってるアルバムになってます。で、もう1枚はだいぶプログラミング打ち込みをフューチャーしたアルバムですね。で、この辺はまあまだギターロックの域なんですが、一番新しいね Any Day Now っていうアルバムなんですけど、このアルバムに関してはもはやギター弾いてないそうでギタリストっすよ。ギタリストがギター弾いてないらしいんですよ。なんか最近の流行りのオルタナポップっていうかチルアウト系の音になってます。でもギター弾くのをなんか忘れてたらしいですね。作ってる途中で、あ、ギター弾いてねえな、そういやって思ったらしくてもうそれはもはや作曲に対する純粋な高揚感というか好奇心というかそういうので曲を作ってったんだなっていうのが伺えますね。 Any Day Now ってタイトルもね、なんかボブ・ディランの歌詞から来てるというところです。本当に音楽的素養の広さが伺えますよね。まあ本当に自由なアルバムっていうか自由なプロジェクトですね。だからね本当に衝撃だったんですよね、ライブが。オルタナを聴く層を広げる一周を、それを担ってますよね。あとねやっぱねジャズマスを使ってるとね上がるんですよね。ジャズマス使ってるアーティストって上がるんですよね。やっぱ無条件で上がるっていうところ、一回全部のフィルター抜きで聞いてみてほしいです。あの普通にちゃんとした本格的な音が鳴ってますね。オルタナ好きから聞いて全く、変色がないというか、あと最近のその3枚のやつアートワークがね、あれカラスだと思うんですけど、デスキャブのオマージュなのかなってちょっと思う。デー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 まあ、イノランとりあえず一回聴いてみてほしいですね。2019から入るのがおすすめですけど、ちょっとぜひ聴いてみてください。またお願いします。